自宅の近くに安めの賃貸物件を見つけたんですよね。これをカスタマイズして動画スタジオにしてみようと思いました。この数年もっぱら自宅で働くようになってからね、まあ部屋の狭さに限界を感じてたんですよね。ちょっと古めの物件なんですが、仕事部屋として使うならまあ問題ないでしょう。白い壁紙に木のフローリングの床、まあごく普通の日本の賃貸アパートですよね。この辺りはちょっとカスタマイズしていきます。キッチンはかなりシンプルです。まあこの辺りはね、使わないんでいいですよね。一応ベランダもあるんですけど、これね1平方メートルぐらいしかなくて笑っちゃいました。まず床はオフィスなんかでよく使われているタイルカーペットを敷いていきます。これ端っこを切り取って敷き詰めるのが、まあ、結構難しいんですけど、まあなんとかなりました。次に壁紙を貼っていくんですが、退去時に剥がす必要があるので剥がせるタイプの糊を使います。まあ、こういうのがあるんですよね。動画の背景は落ち着いた感じにしたかったので壁紙はだいぶ暗い色にしました。この壁紙を貼っていくのかなりコツのいる作業なんですが、参考になる動画が YouTube とかにたくさんあるので、まあなんとかなりました。興味のある方はね、一度検索してみると面白いかもしれません。案外簡単にできちゃうんですよね。いろいろ機材を持ち込んで環境を構築しました。ソフトウェア開発と動画制作の両方の都合に合わせて、まあ、バッチリ機材を配置しているので、以前の環境と比べるとだいぶ使いやすくなったなと思います。以前はね、動画撮るたびに機材をセットアップして終わったら片付けてっていうのを繰り返してたんですよね。やっぱり機材を置きっぱなしにできるとだいぶ楽になるなと思いました。動画だけじゃなくて配信とかウェビナーにもね、素早く対応できます。まあまだ未完成の部分もあるんですが、とりあえず取っかかりはこんなもんでしょう。ここからさらにいろいろ調整して完成に近づけていきたいと思います。といった感じでこのスタジオもう早速使い始めているんですが、やっぱり壁紙入れ替えるとだいぶね、雰囲気変わりますよね。動画だったらこの映る範囲だけ入れ替えればいいんで、割とねローコストに実現できるカスタマイズだなと思いました。まああとはね、ちょっと音がまだ満足していないというか、反響がちょっと入っちゃってるんですよね。だからここら辺は今後の課題として取り組んでいきたいと思っています。まあなんか吸音材とかを貼ればいいんですかね。今後ここで撮った動画は、まあ主には Unity Japan の YouTube チャンネルの方に公開していくことになると思うんですけれど、まあね、気が向いたらね、こっちの個人チャンネルの方でも動画作っていこうと思いますので、まあたまにチェックしていただけるとありがたいかなと思います。